今日はレゴランドディスカバリーセンター大阪の量り売り2回目に行ってきました。ちなみにほぼほぼ1年ぶりです。さあそれでは早速袋を開けたいと思います。これを開けてからね、ゆっくりいきますよ、レゴが飛び散らないように。こんだけやります。まず黒の長いの、いやこういう感じのブロックは持っていなかった、あまり持っていなかったので入れてきました。ブロック以外にも黒のプレートの方もあります。これもちょっとデカめです。そしてめっちゃ多いのが、見えにくいかもしれないけど、この透明のブロックです。10個以上あります。めちゃくちゃ買ってきました。元から多かったけど、それでもまだ数が足りなかったので、さらに入れてきました。そして、この濃い灰色の細かいブロックと、大きめのブロックも入れてきました。そして、濃い灰色のよくわからないパーツも入っている。なぜか買ってしまった。で、他にも、全部の方向につけられるパーツや、取っ手付きのパーツもあるけど、その中でも一番欲しかったのは、この丸くなるタイルパーツです。ディディ、4つあれば丸が作ります。珍しい目なのでこれが欲しかったです。他にもクリスマスっぽいやつやスロープも入れてきました。あとは横につくパーツもあります。そして 67g で合計670円でした。みんなも作ってみてね。みんなも行ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。